眠くなってきたようですね。そうね、そろそろライブ始まるもんね。じゃあと1時間くらいだよ、ぽんちゃん。真剣です。ふみふみをしている時のぽんちゃんは真剣です。相変わらずピントは外れるけどね。最近スマホではピント合うよ。まあそう、ちょっと立つとピュッて合うよ。スマホの方がいいんかい。なんだろうね。そしてポンちゃん、長い時は結構な長くふみふみしてるよね。休み。ジェンケンポンちゃん。よいしょ。この宇宙ドームみたいなやつに入らないですかね。ちょっとアイデアが一つあるんですが、床に置こうと言っていたこれをですね、はい、こうやってかぶせます。そうするとちょっとした暗がりになって、興味を引くかもというふうに思いましたので、ちょっとここも開けとこうか。さあ、一度入ればきっと楽しいっていうことがわかるでしょう。ということで、今日はこれから、生配信の夜の部始めます。なんかあそこ開いてるよ。開いてるね。はい、ポンちゃん、寒いと思ったね、ポンちゃん。ちょっと閉めてくるね、ポンちゃん。ポンちゃん、ポンちゃん、ジャンくんおいで。ジャン君、ジャン君、ジャン君、あ、すごい遊び。取れないね。ポンちゃんのブラシあんまり抜け毛取れません。ポンちゃん、ポンちゃん、ちょっと遠いんですけど。ジャン君、ちょっと今興味を示したんだけど、まだ入らないか。入っていいよ、ジャン君。待っちゃったとかね。ポンちゃんが、ポンちゃんが先かな。まあね、ポンちゃんは度胸があるからね。うん、ポンちゃん入ってごらん。私これをかけてみたんだけど、うん、ドームにね、まあ、そんなに暗くならないなと思ってやめちゃったんだけど、うん、まあとりあえずもうちょっと大きいのでやってもいいけど、うん、はい、2人で生配信用にカメラが何にもないとこ向いちゃってるのよ、君たち。どっか落ち着いたら教えてね。今お水です。二人で並んでだ、ね、面白い。え、二人同時に飲め。あ、よし、じゃあ生配信始め。あ、言ってくれた。ポンちゃんちゃんとほら順番待ちしてお水飲んでるよ。そうか。偉いね、ポンちゃん。はい、生配信用の定位置に来ました。じゃあ。スタートです。
早めだったね。うっかり15分前に始めちゃいました。もう始めてる。今始めちゃった。早っ。ちょっと間違っちゃったで。早いと思ってたからまだかと思ってた。はい、スタートいたしました、夜の部でございます。はい、カメラが切り替わってもジャン君のアップです。よいしょ。ママさん、パパさん、ママさん、ジャン君、ポンちゃん、こんばんは。こんばんは。こんばんは。ひとみさん、パパさん、ママさん、皆様こんばんは。お仕事前に数分だけ。